こんにちは、ニオズです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今回もオーディオやっていこうと思います。今回は、前回のお話です と今日は NV2 フォステックスのね FE83NV2 を聞いていきましょうというお話でしたが、それはちょっとね変更させていただいて、今日こちらに目の前に持ってきていますのはマークオーディオの6センチフルレンジユニットのスピーカーを、まず持ってきております。で、なぜ今日ねマークオーディオにしたかというと、このボックスは FE83 を使うために作りました。で、バッフルは交換式にして、6センチ、7センチ、8センチとしてね、使って遊べるようにして、チューニングポートの方も、バッフル交換できて、いろんなものに交換できるようにしてあります。ですから NV2 を聞いてしまうと必ず FE83 対決になってしまいますので、その前に、6センチの、6センチでいいと言われているね、OMMF4 マイカ、こちらのユニットを聞いていこうかなと思います。で、私の動画で、これの制作の過程とかこの視聴とかやっておりますので、もしよかったらね、そっちも見ていただければと思います。はい。で、今回、視聴するにあたりまして、まあ、作りっぱなしだったのもあったんですが、箱のストレスもだいぶ取れてきて、あれからね。で、まあ、ちょこちょこ卓上で使ったりして、エイジングの方もまあ、まあまあ済んだんじゃないかなと思うんですが、あまりね、変わりませんでした。変わりませんでしたね。若干良くなったなとは思いますけど、ユニットの方のエイジングがそんなに必要じゃないのかなという感じもいたしました。はい。で、今日、サブチャンネルで同時公開にしております、こちら、OMMF4 マイカを使ったこちらのスピーカーで、今回は石川優子さんをね、聞いていこうと思います。はい。そんな感じでやっていこうと思います。何を聞くかというと、Let Me Fly と思い出模様、2曲やっていこうかなと思います。はい。まあ、なかなか声の質とかもいいんではないかなと思いますが、やっぱりね、フォステックスの NV2 の方が、やっぱり余裕があるかなと。この6センチと8センチのね、差はね、やっぱりね、出ちゃうかなという感じはします。まあ、6センチでね、頑張ったのはすごいなと思いますけど、私はどっちかというと、この中間の 7F10、テクニクスのね、7F10、7センチスピーカーをね、好きでございます。当時83にどうしてもね、昔話また始めちゃいますが、どうしてもね、フォステックスの83持ってましたけど、83にどうしても勝ちたくてですね、勝たせたくてですね、710を4本買ってきまして、ダブルユニット使いにしましてね、バックロードホーン、ミニバックロードホーンっていうのを作りましたが、結局失敗に終わりましたけどね、まあなかなか、まあね、もうユニット自体でキャラクターが決まっちゃいますので、なかなか難しいんですけどね。まあそんな感じで、まあ私はフォステックスのファンではございますが、マークオーディオとかね、こういう面白いのもね、現行で買えるもの、現行で手に入れやすいもの、まあね、まあ中古でも流通量の多いものっていうものをね、やっていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。NV2 は次ね、の動画、来週やっていきますので、今週は、これで YouTube オーディオライブラリーで、ちょっと2、3曲かけますので、それを聞いていただいて、もうすぐ行かないでくださいよ。同時公開してるからってこっちにすぐ行かないでくださいね。サブチャンネルの方のリンクは、石川優子さんのリンクは、動画説明欄に貼ってありますので、私の動画、この動画をですね、見終わってからですよ。見終わってから言ってくださいね。平均視聴時間1分とかなってるとね、とても悲しいのでね、よろしくお願いいたします。はい。そんな感じで、聞いていこうと思いますが、まあ、前回、の動画をね、見ていただければわかりますが、まあ、このユニットもよくできておる
いるかなと思います。で、この箱もまあ汎用性を高めて、まあいろんなものが使えるようにしてしまったので、まあ若干癖は強いですが、今回吸音材を入れました。グラスウールではない、もっとちょっと違うもの、現場で拾ってきたものを入れたんですが、内装屋さんにね、言って少しくださいっつってもらってきたやつをね、ちょっと入れました。まあなかなかね、入れた方が良くなりましたね。はい。静かに鳴らすにはその方が、汚らしい、箱鳴りが抑えられて、中のね、共鳴が抑えられて、なかなかいいんではないかなと思いますので、このままちょっとね、使って、このね、ダクトはね、ちょっと調整したいなと思いますが、ね、まあ、おいおいね、それはやっていこうと思います。はい。今回もですよ。GT-CD1 でね、CD の音源はね、送り出したいと思います。GT-CD1、ヤマハの GT-CD1 で、送り出して、自作のボリュームボックスはちょっと見えないですけど、ここにあります。はい。ここにあります。そして、ローディの HMA9500M2。GMA9500M2 ですね。はい。それにですね、接続して、スピーカーを駆動しております。で、まあ、GT-CD1 ね、そのまま乗っけらんないので、GT ラックの中板をですね、9500M2 の上にの敷きましてね、その上に GT-CD1 を置いている感じでございます。はい。そんなんで、2、3曲、連続流しで、かけていきたいと思います。お時間あれば最後までよろしくお願いいたします。はい、それではね、再生の方していきたいと思います。
はい、今ね3曲連続でねお聴きいただきましたが、ね、マークオーディオの OMMF4 マイカーで聴くとこんな感じになります。ぜひね、ボーカルの感じもね聴いていただきたく思いますが、まあユニットはねこれからスピーカーをね小型スピーカーを作ろうとする方はまあユニットで選ぶユニットをねすごく悩むかと思うんですが、私としてはねフォステックスの NV2 あたりをね新品で買えるので、おすすめしたいかなと思います。やっぱりこのゴムエッジのね音がしちゃうんだよな。まあこれ好きな人はねこれでいいと思うんですが、まあ低音とかね楽しく出るので、ボコスカボコスカねポコ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 出るのでいいとは思いますけど、まあそれが好きな人はねとてもいいユニットなんじゃないかなとは思いますが、まあ個人的にはやっぱフォステックスの NV2 推しかな。まあなかなかね久しぶりに83の新品を買いまして NV2 を買いましてね、古いのと聞き比べてああ頑張ってるなっていうのをねやっぱ感じましたし、まあそれをねここでグダグダ話しててもしょうがないので次回の動画では NV2 インストールしてお聞きいただこうと思います。で、次回もですが、なんかね、また、ボーカル、サブチャンネルの方でボーカル考えていこうかなと思います。前回とか前々回の動画を、サブチャンにアップして、著作権の、かかってますよっていうのがアップすると出るんですけど、そこを見ると、YouTube での利用は許可をしていますと。いうことで、皆さんにサブチャンネルで、広告が表示される場合は、された場合は、その広告収益は、著作権の、その、曲のところへお支払いされるようです。まあちょっとこの流れを見ながら、もし大丈夫そうであれば、まあその、収益からお金を払えば大丈夫だっていうことがちゃんと分かればメインチャンネルの方でもねやっていこうと思いますが、とりあえずまだ分からないので一応許可はされてるということになってましたので、まあしばらく様子見でね向こうでやっていこうかなと思います。次はですね今井美樹さんかなんかをねかけいや聖子ちゃんかなどうしようかなちょっと悩みますけど、もしそうだな。今井美樹さんをサブチャンネルでかけるとしたら、エルフィン、ジュビアかエルフィンのアルバムから始めてみようかなと思っております。はい。セイコちゃんであればね、セイコプラザの、曲使っていこうかなと思います。この間ね、かけたね、セイシェルの夕日、かけましたが、これはロシアでの使用は許可されてないというふうに出てましたので、私の動画はロシアでは再生されないみたいですね。まあだからそういうふうになってて、使用団体が、どこの国に使用してもいいとかそういうふうになっていれば、なんか自動で振り分けられていく感じにはなってると思います。はい。まあ安心してできるようになればメインチャンネルでもやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。もしよかったら高評価の方とチャンネル登録の方も、いただけると大変励みになります。よろしくお願いいたします。はい。今回は以上でございますが、この後サブチャンネルの方に行っていただきまして、石川優子さんぜひ聞いてみてください。もし曲がミュートとかされてたら、それは著作権でダメだったってことなんでごめんなさいね。スルーしていただければと思います。まあ、そんな感じでね、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。今回はこれで失礼いたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。